どうも、ジェイチカーです。今日はですね、業務で必要なスキル、具体的にはウェブアプリケーションを開発するために必要なスキルを学ぶためにおすすめの参考書をご紹介したいと思います。まあ今、プログラミング学べたて、駆け出しエンジニアの方とか、これからエンジニアになる方、新卒エンジニアなど、まあ歴2、3年目ぐらいまでの方にはおすすめかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。それでは行きましょう。まあ今回もね、以前作成した動画と同じ形式で、僕が読んだ本の中からおすすめのものを紹介していくというふうになります。はい、じゃあそれでは早速行きましょうか。まず一つ目はこちら。達人プログラマーです。はい。この本はですね、まあ、より効率的、より生産的なプログラマーになりたいという人向けの本で、まあ、そのままなんですけど、生産的なプログラマーになるためにはどうすればいいかが書かれている本になります。これはですね、まあ、めちゃめちゃ有名な本なので、まあ、知ってる方も多いかもしれないんですけども、まあ、この本は達人プログラマーですね、まあ、いわゆる強強エンジニアと言われるような人たちになるためにはどうすればいいか、まあ、その考え方であったり、まあ、多くのね、熟練エンジニアが業務で実際に使っているTips や考え方を知ることができる本になってます。で、まあ僕もね、実際先月ぐらいにこの本読んだんですけど、まあ改めてエンジニアとして圧倒的成長していくためにはどうすればいいかということを再認識させられたので、まあこれはね、エンジニアになりたい方にぜひおすすめの本かなと思います。まあレベル感としては、プログラミング基礎を学び終わった人から、実務2、3年目ぐらいまでの人ですね、におすすめの本かなと思います。気になる方はぜひ学んでみてはいかがでしょうか。はい、それでは次2冊目はこちら、プリンシプルオブプログラミングです。こちらはですね、いいコードを書くためのプリンシプルまあ、つまり原則を学べる本で、ソフトウェア業界で有名な Tips をまとめた本になってます。まあ、これはね、さっきの達人プログラマーとちょっと似たようなテイストの本になるんですけども、ほんまにね、実務、まあ、働くにあたって、非常に重要な考え方を学べて、例えば例を一つ挙げると、まあ、この本で書かれているのは、そもそもコードは変更されるものですと。まあ、これは当たり前で、Web アプリケーションでも、まあ、初めに書かれたコードでフィックスするものって、まあ、一つもなくて、まあ、これがね、ハードウェアとソフトウェアの違いにもなってくるんですけども、例えばバグが起こったら、まあ、その修正を行うとか、ユーザー数が増えてきてパフォーマンスを求められたら、よりパフォーマンス効率のいいコードに書き直すとか、まあ、常にねリファクタリングをしながらソフトウェアを成長させていくってことをするんですけど、まあ、そのことを考えると開発においてはいかに変更しやすいコード、まあ、つまり保守ですねしやすいコードを書くかが重要になってきます。まあ、具体的には他の人が読みやすいようにシンプルに書くであったりとか、重複しているコードは一つにまとめるとか、まあ、その他にも必要最低限の機能だけ書くみたいな話ですね。まあ、よくあるのがこの機能後で必要になりそうやから追加しとこうみたいなことって結構初心者やりがちなんですけど、まあそんなことしていると、まあ、不要意なバグを生んだりとか、まあ、コードが読みにくくなったりするので、まあ、後々必要であろうっていうのはその必要になった時だけ書けばいいと、今書くべきコードは今必要なものだけ必要最小限に留めろ、まあみたいなね Tips というか考え方が学べる本になってます。はい、これはですね、まあこれからインターンしようとしている学生とか、まあこれから働くもしくはすでに働いている人で、まあ 2,3 年目ぐらいまでのレベル感の人におすすめかなと思うので。はい、気になる方はぜひ読んでみてください。はい、それでは次ですね。次はこちら、安全な Web アプリケーションの作り方です。まあ、こちらですね、Web アプリケーションを開発する上で発生するセキュリティの問題とその対策法が体系的に学べる本で、Web アプリケーションエンジニアは必読の本になっています。結構有名な本で、徳丸本って言っていろんな方に読まれてる本でもあるんですけど、まあ、具体的には SQL インジェクションとか、クロスサイトスクリプティングのような脆弱性が何が原因で発生して、それに対して具体的にどう対処すればいいのかというのが実際に学べるといった本になってます。まあ、プログラミング学びたての人って、セキュリティ関連って結構後回しになると思うんですけど、実際に業務を始めるとなると、まあ、このセキュリティっていうのは非常に重要な分野で、例えば自分が書いたコードで脆弱性が生まれて、会社にね、数億円の損害を発生させるみたいなことって、普通に起こり得るので、まあ、実際にね、働く前ぐらいの段階の方は、ぜひ読んどいてもいいのかなと思います。まあ、働いててもね、ここら辺知らない方って意外といると思うんで、まあ、自分結構自信ないなって方は、ぜひこれ読んでみてください。まあ、非常にね、了承となっております。はい、それでは次、今回紹介するの最後ですね。こちら、テスト駆動開発です。はい、こちらですね、いわゆる TDD と呼ばれる開発手法を学べる本で、まずテストコードを書いて、まあ、次にね、必要最小限でそのテストコードを通るプロダクトコードを書いて、最後にリファクタリングをしていくというような開発手法なんですけど、まあ、このテスト駆動開発は2022年現在、まあ、結構様々なところで使われていて、まあ、実際にね、僕もメガベンチャーで働いていますが、僕のチームでもね、採用されたりもするので、まあ、学ぶべき開発手法の一つかなというふうに思います。まあ、特徴としては、バグが残りにくい、要件、仕様の理解が深まるといった特徴があるんですけども、まあ、プログラミング学びたての頃って、テストコードとかあんまり書かないと思うんですけど、まあ、実際のね、Web アプリケーション開発でテストを書かないってことは、まあ、ほぼ、まずありえない。
ないので、まあ、ここら辺のね、開発手法を一つ学んどくのはありかなと思います。で、まあ学び方としては、まあ実際どれでもいいんですけど、まあ参考書として、まあ割と有名なものが、まあこちらのテスト駆動開発という本になっているので、他に心当たりがない方はこれを一度読んでみるのがいいかなと思います。僕も実際に読んでね、非常にわかりやすい本だったので、はい、お勧めできるかなと思います。はい、こんな感じですね。メガベンチャーエンジニアがお勧めする参考書実務編ということで、今回まあ4冊だけですけども、まあこれからもどんどん参考書を紹介していこうと思うので、動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。